遊ぶチャンネルです。さあ、カムデンマーケットもうね楽しくってね、なかなかあの他のところ移動できないんですけど、まだまだ見どころがありそうなんでちょっと入っていきたいと思います。でもさ、なんかさ、トモさん、あれね、さっきもさパスタ食べたじゃない、はい、パスタのお店ちょっと並んじゃったんだよね、はい、並んじゃったんだけど、こうライブだとね、ああいう並ぶところはいけないわけよ。うん、そうですね、うん、だからこういうのいいね。この辺ね、中華系とかアジアンフードがあったりします。あ、ここインディアンフード。いや、みんな見てあれ、ほら焼きそばだよ、焼きそば。焼きそばじゃない、中華系かな。あ、美味しそう。あら、この人だっけね、すごい。こういうね、ああいうお店がね、ここね、結構並んでんですよね。競争激しいだろうな。焼きボックス、焼きボックス。あ、照り焼きとカツと寿司だって、すごい。あの、見てこれ、美味しそう。ね、何何何、もう、なんかまたお腹空いてきちゃった。いや、中華とかって美味しいよね、絶対。あの、うん？あ、Thank you。ちょっとほら見て。あ、どうぞ。Thank you。もらっちゃった試食。唐揚げみたいな。あ、唐揚げ。でもね、やっぱりね、ちょっとチャイニーズっぽいスパイスが効いてますね。うんうんうん。ね、うん。おいしい。おいしい。これつまみ食いだけで余計じゃないそんな感じだよ。いやー、これはね、旅気分が盛り上がりますよ。何これ。あ、すごい U2 もある。もうね、カムデンっつったらもうエイミーですよね、本当にね。あ、意外なところでアバがあるよ。で地味編クイーン。いやー、こういうの音楽好きの人は喜んじゃいますよね、うん、絶対ね。セカンド品ですよね、多分ね、リサイクルショップみたいな形、日本でいうちょっとチャリティーショップとは違うのかな。ここはね、アクセサリーの通りですね。なんか本当、ちょっとなんか中東系のなんかこうお店がならこうアクセサリーショップがガーッと並んでる感じ。こっちは、わ、すごい匂いが違う。お香の匂いがしてくる、うん、これさ、毎回不思議に思うんだけど、すごいよね、これね。なんか、目の錯覚でが起きる感じ。なんか、なんていうの、なんか日本で友達してるビレッジヴァンガードっていうお店があるんですけど、あれなんかあんな感じですよね、うん、うん、倉庫っぽさがあって、雑貨がいっぱい売ってるような。何あれ、ちょっと見ていい。あ、単純に証明写真とか撮るようなところで、お友達同士で撮ろうみたいな感じですね。まあ、日本で言う何あれ、プリクラ。プリクラね。あ、なんかこれアンティークっぽい感じだね。あ、いいな、すごいレトロだ。僕ね、一時こういう缶好きでね、
集めてたことあったんですよ。もうほとんどなくなっちゃったな、日本置いてきちゃったんだよな。これアンティーク缶みたいの、はい、で昔こっちあのこれは何の缶だろうね。フレーク、何のフレークだろう。あのタバコの缶とかもあるんですよね。今度タバコ缶かな。面白いな、これすごい古い缶いっぱい。Thank you very much. The same people who go around stealing stuff. 何これ。すごいねこれ。ノートだね。革でできてる、でも。合皮かな、合皮だね。あ、でも1個35ポンドもする、5000円ぐらいするんだ。しっかりしてますね。うん、細工がそれでね、細かいよね。あ、これあれじゃない、レコード売ってるよ。すごい、これ本当に古いレコードそのまま売ってるんだ、うん、なんか大切にしている感じはないところがまた怖いよねでも5ポンド、ね、ダイアナルさんでザ・シュープリームス。じゃあどっちが先にクイーンを見つけられるか勝負、用意スタート。マジでマジで、残念、ありませんでした。あ、中に行けばあるのかもしれない。あ、中に行けばあるんだ、多分。デビッドボーイとかもあるね。ビートルズもある。本当だ。ね。わあ、なんかすごい倉庫感が。どう？友画伯から見ていかがですか？あれこれどんどん？あ、そうか。あの電話ボックスがあるところからな。うん。友川博のちょっとお目にはかなわなかったみたいですね。そんなことないですあ、すごいわ、いっぱい飾ってあるね、うん、いや、なんかおもちゃ、ね、おもちゃ箱ひっくり返したような感じじゃない、うん、すごい。すごい、結構ちゃんとしてるレザー系ですね。レザーのバッグとか似合いますね、佐久間さん。そうですか、それなら褒めてもらってんのかな褒めてるの、褒めてるの。でもさ、こっちの人こういうさ、こういうレザーバッグ肩にかけてる人とか結構いるよね、うん、こういうのとかね、シンプルな。レザーはね、使えば使うほど味が出てきますもんね。あ、またもや発見そうそう、さっきのところの感動が奪われてしまうから、なかったことにしちゃう。何これ、ほらほらほら、はや、 What is this? パピューン、おー、うん、ナイス、イツ、オッケー。なんかね、マッサージオイルでも使えそう。でもすごい。ジャパン。いい匂い。あら、なんかちょっと迷い込んできちゃった。T シャツ屋さんに。どう？渦巻きになるって。好きな人いますよね、日本のね、うん、漫画のアニメの T シャツ。でもちょっとセンスがあって、こう T シャツプリントの機械があってってなると、意外とこういう T シャツ手作りって一時流行ったんですよね、うん、うん、商売にできちゃうんですよね。
ということで、なんかお香の匂いでフラフラしてきちゃったんで、僕そろそろこの辺で一回し、あの終わりにしたいと思います。カムデンのマーケットのあたりをちょっとうろうろしてるんですが、まだまだねマーケットあるんですよ、面白いところが。なのでまだ続くよ、しつこいと言われても。ということで、チャンネル登録グッド評価の方お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではではまた。